デモで使用される中国ナチスの旗逃亡犯条例改正法案に対する香港の抗議行動中の巨大な中国ナチスの横断幕は中国とナチスを混ぜた表現。ナチス中国またはナチス中国共産党とも呼ばれる。中国共産党を率いる中華人民共和国がナチスと同様の観光を行っていることを批判するための言葉である。 中華人民共和国の反体制派、特に中国民主化運動、逃亡者法案修正反対本根キャンペーン、新教最教育収容所反対派が中国領内での人権侵害について批判するためによく使用する。オーストラリアの学者ジェームズ・リブルドの2010年の論文によると中国ナチスの英語の言語であるチナジは遅くとも2005年から存在しており、 元々はアジア文化に特化した英語のディスカッションフォーラムの利用者が中国の大韓民族主義を批判するために使用していた。2012年に中国共産党総書記習近平の政権が発足以降国際社会の一部では中国をナチスドイツと比較する声もあり2014年にはベトナム社会科学院がベトナムの出版物や オンラインコミュニティで広く使われている二つの信号であるチャイナ字とチャイナイズムは中国の新しいナチス様式の実践を指すとコメントしている。2018年には中国の亡命作家であるアマりマサルが著書ナチス中国を出版し、現在の中国でナチスドイツへの動きが浮上していることを描いている。 中国ナチスという言葉は中国共産党の世界秩序の崩壊に対する国際的な非難から中国共産党の市民の人権破壊に対する親民主主義活動家の攻撃へと変化していった。同年、中国各地で教会や十字架が当局によって強制的に撤去され一部の信者は信仰を放棄せざるを得なくなった。これは ナチスドイツの宗教者迫害の悲劇を再現したものだと一部の司祭から批判された。2019年には一部の抗議者が中国共産党を中国ナチスと表現した香港での逃亡犯罪者修正法案に反対するキャンペーンもさらに国際的な注目を集めた。一部の抗議者は1960年代の中国の 文化大革命と1989年の6月4日事件がナチスのイデオロギーと関連していると主張した。一方日本においても、ほぼ同義のネットスラングとしてシナチスやチャイナチスが散見される。ありがとうございます。